ドキドキドキ。武士道とは、死ぬことと見つけたり、修羅道とは、倒すことと見つけたり、我、悪鬼羅刹となりて、目の前の敵、すべてを、斬る。する 2D 剣戟カットサムライスクリッツが 3D になって生まれ変わった。立体空間を駆使した多彩な攻撃、 3D に突破された各種システム、真剣勝負のライブ感、緊迫感をさらに加速させる。後期ヨーロッパにある小国レスフィア王国の王子夫妻が航行中に襲撃されるという事件が発生した。この時王子夫妻は殺害されるも、その一人娘だけは一人の衛兵の助けにより逃れることができた。そして数日後、奇跡的に日本のアモリ藩に流れ着いたその娘は、その藩の藩主の手で大切に育てられることとなった。それから10年。新旧合わせて20名以上の剣士が登場。新たな物語でサムライスピリッツ新時代の幕が開く。
2008年春、稼働予定。ドキドキドキ。かつて全国のアーケードを熱狂させたザ・キング・オブ・ファイターズ98。今なおファンからの圧倒的支持を誇るシリーズ最高傑作が、究極の進化を遂げて再びアーケードに舞い降りる、ザ・キング・オブ・ファイターズ98アルティメット・マッチ。対等タイプ X で登場。アルティメットマッチでは歴代屈指と称された KOF98 の対戦バランスを徹底的に見直し、さらなる改良と調整を加えたアドバンスト、エクストラ、そして本作より追加されたアルティメットの3つの対戦モードを搭載。アドバンストモードではより攻撃的なシステムを実装。従来のマックス発動後、さらにマックス超必殺技を放つ2ステップのシステムに加え、パワーゲージ3本消費によるマックス超必殺技の即発動が可能になった。実戦を重視し大幅な改良が施されたエクストラモードでは、パワーゲージを貯めた後任意でのマックス発動や、キャンセルによるノーモーションでのマックス発動、ガード中のマックス発動が可能になった。そしてアドバンストモードとエクストラモードの融合により誕生した究極のシステム、アルティメットモード。アルティメットモードでは移動、回避、ゲージの3つのシステムをアドバンストモード、エクストラモードのいずれかから選択可能。徹底した対戦バランスの調整と改良によりシステムそのもののカスタマイズを実現したアルティメットモード。モードの組み合わせが格闘スタイルの戦略性を広げ、対戦を究極に熱くさせる。アルティメットマッチでは KOF の歴代キャラクターも新規参戦。さらに通常とは違った性能を持つ裏キャラクターも新たに多数追加。またオロチ編歴代のボスキャラたちも CPU キャラクターとしてプレイヤーの前に立ちはだかる。格闘ゲーム史上最大のキャラクターとアルティメットモードの組み合わせが生み出す無限の可能性がプレイヤーを強く引きつける。現在、そしてかつての格闘ゲームファンの全てが待ち望んでいた 2D 対戦格闘の究極進化系がついに登場。ザ・キング・オブ・ファイターズ98アルティメット・マッチ。今最高の舞台が再び幕を開ける。